はい、今回は山口市仁保にある夢のワンプールに行っています。ここですね。ちょうど今駐車場にいます。ここですね。山口市仁保にある夢のワンプールにやってきました。このちょっと変わった形をしたプールですね。行ってみましょう。大自然ですよ。大自然に囲まれたプール。河川プールみたいですね。犬鳴公園夢のワンプール。あ、いいね。この間に川がある感じがいいですね。ここが駐車場ですね。で、すぐ横がこういうになってますね。じゃ先にプールの方から行ってみましょう。プールを回って公園を撮りましょう。あ、っていうかここが公園か。公園と一緒になってるわけか。犬鳴公園で、いきなり募金のお願いの看板があるっていうね。あ、ここに書いてますね。定が原則として7月20日より8月15日の土日祝で、時間も一応ありますね。午前10時から午後4時までとすると。あ、事故防止で、ここは更衣室になってますね。女子男子ゴミは持ち帰ろう。ここトイレシャッター閉まってるわ。マジか。こういうのあるんだね。こんな感じなんだ。扉がシャッターっていうのもね、普通鍵ですよね。扉付きの。はい。で、ここが夢のワンプールですね。でも今の時期は水がないですね。ちょうど今5月ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク期間中、まあここに水が入るのは夏でしょうね。いや、変わってるね、形が本当に。これは楽しめますわ。あ、水があったらあったら人がいるんでね、取りづらいですけどね。だから今がある意味ちょうどいいかもしれないね、取るのは。仁保の川を美しく、仁保川の魚たち。手書きだね。あ、新型コロナウイルスのこれ看板があるってこと、新しいですねこれ。まあ割と最近だねこれ作られたの。急な増水。でね、ここにねからくり人形水車があるんですけど、ちょっとこれ見てみたいんですよね。まあ道路側から見れたけど、ちょっと見づらかった。
溶川河川プール。あれ夢の湾プールじゃない、名前が違うね。もともとはこういう名前だったってことか。平成3年だ。だいぶ古いね。いや、これ見えねえかな、さすがに。これ何の絵？あの絵は新しいな。あの絵、この絵ですね。あー、こんな感じか。でも割と新しいっすよね、これ。新しいように見えるだけか。塗り直したってことかな。それともこれからくりだから動く、もともと動いてたんでしょうね。もう今は動いてなさそう。あ、ここプール？これはちっちゃいよ、ちっちゃい子用のプールかな。めちゃくちゃ浅いわ。あ、そうだね、多分。あ、川が綺麗だね。癒される。いやー、ほら、めちゃくちゃ綺麗だ。ちょうどこれ石があって、ここ乗って遊べるんですよ。水遊びもできるっていうね。川遊びもできる。いい場所ですよ、ここ。ああ、ここからもいいな。絵面がいいね、絵面が。ここにはしごがあって、ここから登って、こう抜けて、向こうまで行けるんですよ。何か書いてるな。上野。で、山がね、大きさが違うっていうね。こう、あ、そ、行けるんですよね。で、ここが公園広場になってますね。この水は飲料水に適しません。ほら、このかわいいね、これカエルだ。カエルの口から出るって。ほら、出るよ。この水は飲料水に適しません。でもなんかおかしいな。この水は飲料水に適しませんっていうのに、いかにもなんか飲んでくれって感じの。
蛇口ですよね。まあちっちゃい集まりがあって、で広場があって、で駐車場があるって感じですね。はい、こんなもんかな。はい、ということで夢のワンプールでした。